い、ギタビンチャンネルへようこそ。マサヤビンチョイでございます。今日は福月おじさんのコーナーやります。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、リアルタイムではですね、今日は2023年11月の26日なんですけども、23日の祝日を挟んでブラックフライデー24日ということで、鳥島の3連休ね、いろいろね、ネットでも店頭でも買い物される方々多いんじゃないかなと思いますけども、私もですね、そんなにお金は使ってないんですけども、購入したんで、それを共有したいなと思いまして、動画撮ってます。一つはですね、タイトルにもありました、ユニクロさんのプレミアムラムクルーネックセーターというやつのね、199になるだろうと狙ってたのかならなかって、でそれで、サイズ見てたら、まあオンラインしかないんですけども、これ値引き待ってたらなくなるなっていうサイズなんですよね。大きいのなくなるからね、すぐ。なのでまあ仕方ないなと思ってポチッとしたんですけども、それがはい、この色です。この色、あとでね開封しましょう。でサイズ感見てみましょうね。サイズ感がね、これね、いろいろね、いろいろ調べて調べてやって、XXL っていうのかな。で私あの身長171センチの60キロ未満なんですけども、体重が通常ね、ユニクロさんのニットの場合はメンズで L を着るんですね。セーターとかになるとサイズ感がねなかなかつかめないんですよ。着丈がね短すぎるとね、このレディースバレバレね、なんかチンチクリになっちゃうんで、着丈も重要視しながら、サイズ選びをしたんですけども、じゃあですね、サイズ選びの方ですね、これが合ってるかどうかは後で着てみますんでね、多分合ってると思うんですよまだわからないですけど、とね、ここに表出しますね。上が、メンズ、下がレディースということで、同じプレミアムラムシリーズなんですけども、はじめですね、なぜメンズがあるのにレディースを買うんだという話なんですけども、この色合いなんですよ。この色合いが好きなんですよ。この淡いブルーね、63ブルーでもメンズも63ブルーなんですけども、色味がね濃いんです。違うんですよね、なんかよくわかんないけど。あ、ちなみにこのフリースはね、去年のメンズのフリースなんで、今年はこの色メンズ色が出てなかったですね。レディースしかなかったと思いますけど、まあ関係ない話ですが、サイズ表ね。でメンズの L の身丈、これがね67センチに対して、こちら XXL のウィメンズは 62.5、 これも短めですね。まだ短いですね。67って結構ね割と長かったので 62.5 でもいけるかなと思って、これ、メンズのですね身幅は53に対して、ここがちょっと難しいところなんですよ。ウィメンズの場合は XXL で61センチ、かなり太いですね。ただそのメンズの L の53センチが割とジャストサイズだったんで、ここまでなら許せるかなという範囲なんですよね。着てみないと分かんないですけども、はい。で雪丈、メンズが L の場合は84に対して、ウィメンズの雪丈80ということで、私の場合はですね82ぐらいがまあちょっと手にかかるぐらいの長さなんで、80でジャストサイズなんですよ。だから 3XL でも身幅がねどんだけぼっこりするのかが分かんないですけど、 3XL でも良かったかなという気はしますけどもね。はい、ということで XXL のウィメンズを試着してみたいと思いますけども、ちょうどです。ちょうどで、よかった。ちょうどじゃないですか。真っ黒パンにも書いてあるみたいですけどね。黒にこれ、例えばジャケット着たらどうかなと思って、差し色に上派手、なるほどね、なるほどね。この上にこの玄関、このねコートを羽織ってる。
まあ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 かな。ちょっと派手っちゃ派手やな。メンズの L を着られる方は、レディースを買う場合は XXL もしくは 3XL で、着るんじゃないかなと思います。今黒デニムですけど、これ、スラックスでベルトして、インしてもいいような気がしますね。だからあまりに幅が大きいとこうやってジャケットとかは着にくいですね。もうその上からあ、なんかアウターという感じになるんじゃないかなと思いますが、はい、じゃあ一つ目はこのね、全くセールに関係ない、普通のプロパー価格で買ったという、セーターのお話でした。あとはね、あと買ったのはストレッチフリースモックネックティー。モックネックって言っても6センチあるから、ね、割と厚めの、これ二重構造、折り返しになったよね、襟のとこが6センチあるからな。でもな、これ折り曲げられるのかな。もう白と黒、これね、あの GU さんにもね、いつも990円が890円になって、出てるんですけど、モックネックティーが本物の T シャツで、こんなにふわふわしてなくて、それがもうインナーだけに使うんだよっていうんならば GU さんのその890円でいいと思うんですけども、これは、1990円がこのセール期間1290円に下がってたので、2色買ってみましたというところでございます。ただね、ヘビロテする場合はね、こっちの方がいいかな。ちょっとね、あの改良されてね、GU さんのやつは、ここはくしゃくしゃにならないようにって書いてあるんですけども、まあ洗濯繰り返したらちょっとね、1シーズン2シーズン2年がオチかなと思いますね。はい、私の行くのはイオンモールなんですけども、イオンモールに入っているユニクロさんなんですが、隣にね、無印良品があるんですよ。で寄ってみたらね、399のカーディガンが199になってて、もうね、黒のカーディガンなんか持ってんねんけど、なんかカバーなそうかなと思って、二重編み V ネックカーディガン399か199ということで、ちょっとニットの上に着るのは無理やんか。普通や、なんか普通。まあ普通ですね。これ普通でした。はい、もう一つあるね、もう一つあるんですよ。ZOZO の古着のレディースの、ベイフローと読むらしい、はい、正式名称はボアショートブルゾンっていうらしい。ちょっとね、このお姉さんがね、着てるやつが手に入んやったら1500円ぐらいでもいいかなと思うけど、まあ800円で、古着なんですけどね。どうね、ああ、ショート丈、なるほど。うん、着れないことはないよね。なんか着れる、なんかお金かけずに着れる。うん、どんなやん。これね、2020年の商品らしいんで、3年落ちというか3年前のやつなんで、まあでもね、今年ショートっぽいのもいいかもしれないですね。元値は9000円弱ぐらいだったと思いますね。それが800円ということで、コンディション B といって、まあ使用感はなあまり見られないということで、ちゅうか綺麗ですので、これも正解かな。あまり見ないよな、このおっちゃんユニクロばっかりでこうてると思ってるからね。たまにはチャームもあった方がいいかなと思いますが、このぐらいの年のおっちゃんが来てたら、なんか高そうなもんを着てるなっていうぐらいの、800円には思わんでしょう。ということで、今日はこの辺で失礼をしたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。